AFM802.Design your fantastic future. Let's jump up. Supported by Moderna Japan. 3月24日金曜日、時刻は夜8時を回りました。こんばんは、ファンタスティックス中島聡太です。深町愛理さんのオーフサムフライデーズに代わって、ここからは FM802 デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップ、サポーテッドバイモデルナジャパン。今から1時間、僕中島聡太が大阪南森町 FM802 から生放送でお送りします。今週もよろしくお願いします。ということで、皆さん桜見ましたか？僕もね、ちょうど昨日神戸でファンタスティックスのリリース記念イベントがあって、そのまま今日はこの時間まで空いてたので実家に帰れたんですよ。で、今日の本当ちょうど昨日お父さんの誕生日でして、家族飯をゆっくり幸せに食べさせてもらったんですけども、お父さんの誕生日の日に帰ってきてくれたんだねって言ってくれたんですけど、たまたま偶然会っただけで、お父さん誕生日だから帰りたいって言ったわけじゃなかったんですけど、過ごせて本当に幸せだったんですけども、そのまま今日朝昼ぐらいですかね、美濃おばあちゃん家の方行ってきて、もみじ天ぷらを久々に食べたんですよ。深町さん今いらっしゃったんですけども、もみじ天ぷら食べたことあります？あ、ないですか？これ美濃の滝の方にあるお菓子みたいなのなんですけど、もみじを葉っぱをこう油こう揚げて食べるやつなんですけど、天ぷらでめちゃくちゃ美味しいんですよ。これぜひよかったらどっかの機会で食べてみてください。こうリスナーの皆さんも、何ですか？味はもう油です。天ぷら衣の味で、でもね、これ絶妙にもみじ天ぷらにしかない味なんですよ。本当にすごい好きで、もう小さい頃から食べてて、今日も久々に食べて本当に美味しかったんで、リスナーの皆さんもぜひよかったらもみじ天ぷら探してみてください。そしてその後ね、もうほんとさっきまで梅田とかヌーチャイ町の方を一人で歩いてまして、懐かしいなーって、本当に学生の頃ねめちゃくちゃ歩いてたんで、人も多かったですけど、こっそり歩きながら楽しんでましたね。ということで今週もやっていきましょう。僕中島聡太がお送りする DYFF のレギュラーコーナーは We Can Do It。あなたが今挑戦していることで相談したいこと、あなたがこれから頑張りたいことで悩みだったり不安なこと、メッセージ送ってくだされば、僕があなたのジャンプアップをサポートしっかり応援します。そしてメッセージ採用されたあなたには番組特製ワイヤレスイヤホンをプレゼント。投稿は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリックです。メッセージの最初に We can do it 宛てメッセージと書いて投稿をお待ちしています。コーナー以外の普通のメッセージもたくさんお待ちしておりますし、今日はですね、前回もやってなんか好評だったみたいで、もう一回やろうかなと思うんですけども、今日やっちまったなとかへこんじゃったなってことがあったらぜひ報告をください。そのメッセージを僕なりにポジティブ変換して、お返ししようかなと思いますので、皆さんぜひ送ってください。デザインはファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン。今夜もあなたと一緒に上向いて進みたくなるような1時間過ごしましょう。ということで今週末天気はね少し曇りがちですけども、テンションを上げて、そしてモアファンなモードで週末に向けていければなと思うんですけども、そんな気持ちで流したい曲を今日選んできました。もう同世代なんですけども、本当に才能がすごくてリスペクトして、こう癖になるメロディーラインだったりトラックがこう聞き応えのある楽曲になっております。それでは聴いてください。バウンディでそんなビターな話。デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン。時刻は夜8時10分、 FM802 大阪南森町から生放送、 DJ はファンタスティックス中島聡太です。よろしくお願いします。そしてまさに今日ですね、僕中島聡太のファースト写真集ソタボンが発売になりました。ありがとうございます。今日ね、まさに今日なんですよ、初めての人生初の写真集ソタボンがですね発売になりまして、たくさんの方に届いたメッセージをツイッターだったりとかインスタのね DM でもたくさんいただきまして、本当に嬉しいです。こうやってやっと、実はですね、この写真集を決定したのが本当に1年前ぐらいで、こうどうせならこう1年間撮れるんじゃないかっていうことで、
こう約1年間本当髪色も髪型も全然違うように撮らせていただいたので、そのやっとお届けできた感がすごいんですよね、自分的には。なので皆さんのメッセージもね嬉しかったですし、メンバーにはちょっと一足先にお見せしたんですけども、いやいや言いながら見てくれまして、その初めてのこともね挑戦したこともあったので、そこはお届けできたんですけども、ちょっとこちらにもメッセージがたくさん届いておりまして、ラジオネームりょうなさん、ソタボン発売おめでとうございます。ありがとうございます。ソタボンの発売日の今日は私が受けた看護師国家試験の合格発表でもありました。結果は合格でした。おお、おめでとうございます。春から看護師になれます。合格発表後にいい雰囲気のまま学校の教室で友達とソタボンをギャーギャー言いながら見てました。いろんなソタ君が見れて大満足です。うわー、みんなでギャーギャー言って見てくれるのも嬉しいですね。どこで一番盛り上がったのかちょっと知りたいですけども、確かみんなで見てくれるのも嬉しいですね。そしてラジオネームフッキーさん、今日はついにソータくんのファースト写真集の発売日ですね。どんな日になるかすごくドキドキでしたが、想像の何百倍も幸せな気持ちになれた一日でした。ありがとうございます。ソータくんがこの写真集の撮影のために頑張っていたことはどんなことですか。いつも私たちを応援してくれるソータくんが頑張っていたことを教えてもらえると嬉しいです。頑張っていたこと、まあいろいろ鍛えるとかもあるんですけど、僕的には髪色を変えようと頑張ってましたね。なんかせっかく1年間撮れて全髪型髪色一緒だったらもったいないなと思って、あの春撮ってたやつと違うやつにしたいなとか、夏はちょっとこの暗めでいくかとかをちょっと頑張ってみましたね。なので本当髪色も明るいのもあれば、ね、メッシュもあれば暗いのもあるので、そこも楽しんでいただければなと思います。いや、そしてですね、その写真集の発売にあたって明日東京、そして明後日もう一度戻ってきて大阪で写真集のイベントがあるんですけども、これでねより近くで皆さんと一緒に楽しめるということで、個人ごとのイベントは初めてなんですよ、これが。なのですごいワクワクしてるんですけども、まあ、外れちゃった方もたくさんいらっしゃると聞いたので、またどこかでいろんな形で皆さんにお届けできたらなと思うので、そのソタボンを見て待っていていただければなと思います。そしてまさかの僕もびっくりだったんですけども、エグザイルさんの哲也さんがですね、からご提案いただきまして、前回結構前なんですけども、アメージンコーヒーさん、哲也さんがやられてるアメージンコーヒーさんの中島ソタのコラボレーションのシュワシュワパイナポーというジュースがあったんですけども、これを写真集のイベントの東京大阪に合わせてもう一回期間限定で発売をどうですかっていうお声をいただきまして、いやもういいんですかと思って、でまさにそれが実現しまして、ちょうど明日東京でアメコでですねシュワシュワパイナポーもう一度発売になりまして、明後日大阪で発売になるんですけども、結構ね評判良かったジュースなので、皆さんたくさん飲んでいただければなと思います。そしてソタボンもねハッシュタグつけたりとか、アメコさんも、盛り上げていただければなと思います。はい、そして先ほど冒頭にもありましたけども、ちょうど昨日がねお父さんの誕生日でして、お父さんお祝いしたんですけども、この次に書き入る曲なんかね、せっかくだからお父さんの好きな曲というかお父さんが選んだ曲をね書けれればなと思って、昨日家でなんか明日書ける曲何がいいって言ったんですけど、ちょっとテンパっちゃったみたいです。すごい悩んでましたなんかそのみんなに聞かれるもんねみたいなここまで言っていいのか分かんないですけど、なんかいろいろなんか悩んでこの自分の青春だった曲だったこととか、いろんな曲聞いたんですけど、やっぱこれをお届けしたいということで今回この曲に決めました。それでは聞いてください。カッツェで Don't Cry Anymore。 お送りしたのは未来へ前進していこうというテーマが込められたモデルナミューズミュージックのキャンペーン楽曲 Fantastics で Easy Come Easy Go でした。ありがとうございます。それでは先ほどね応募したちょっとやっちまったなコメントを届きましたので読ませていただきます。ラジオネームなのかさん、そうたくんこんちゃこんちゃ、私が今日やっちまったことはバイトでプラスチックのコップを床に落としてしまい、すっごい音がして恥ずかしかったことです。なるほど。周りの視線が一気に私に向けられて顔が赤くなっちゃいました。そんな時そうたくんはどうしますか。まあこれはでもあるあるっちゃあるあるのやっちまったなですよね。
でもこれはもうバーンって落としてもう失礼しましたですよね、まあ、とりあえずで、あのね、ポジティブに変換するとすれば、音がしたら誰でもパッて見るじゃないですか。でもう3秒後には忘れてるんですよ、そのこと。実はだからもう本当に3秒後には自分も忘れて、うん、大丈夫で行くしかないのか、それかもう失礼しましたの後に大丈夫です、プラスチックでしたって言うかですね。そのガラスと思ってる人よりも大丈夫ですプラスチックでしたって言ったら、みんなはプラスチックかってなると思うんで、なんかその本当忘れると思うんでね、だから全然大丈夫だと思います。まあ次気をつけながらやれたらなと思いますね。はいはい、ラジオネームあかりんさん、そうたくんこんばんは。こんばんは、今日じゃなくて昨日なのですが、明日のイベントに着ていく服を決めるためにファッションショーを数回重ねた結果、洋服が決まり、をやっとパッキングに持ち帰り仕事に取り掛かろうとしたら、ボールペンとトレーナーを一緒に選択し芸術作品を仕上げた私です。あー、これはもう全然ポジティブにできますよ。だってもう完璧じゃないですかあの芸術になってるんで、もうそれをもう前向きに世界に一個しかないという服に捉えるしかないですね。これはもう着れなくなったとかじゃないと思うんで、乾かしてちょっと可愛らしい模様になってるんじゃないかなと思うんで、これはもう全然ね、また明日のイベントも楽しんでもらえたらなと思います。あかりんさん、ありがとうございます。それでは次の楽曲いくんですけども、この曲はですね、僕も昔から聴いてて、いい曲だなと思いますし、メロディーラインも、そして、まあ、ボーカリストといえばこの方のこう作る楽曲だったりとか、この届ける思いっていうものをすごくリスペクトし、たくさん聴いてる楽曲かなと思います。それでは聴いてください。山崎まさよしで明日の風。デザイン your fantastic future. Let's jump up. Supported by Moderna Japan. Fantastics 中島壮太が生放送でお送りしています。時刻は夜8時32分。 We can do it. はい、ここからは We can do it コーナーでございます。あなたが今挑戦していることで相談したいこと、あなたがこれから頑張りたいことで悩みだったり不安なこと、僕が今チャレンジしているあなたのジャンプアップをサポート、しっかり応援するコーナーでございます。それでは読んでいきましょう。ラジオネーム愛さん、そばたくんこんばんは。こんばんは、いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。私は先日24歳になったのですが、24歳記念にずっと欲しかったミラーレスカメラを購入しました。ほう、そうたくんは初めてカメラを購入した時、一番最初に何を撮ったか覚えていますか？また写真を撮る時に意識していることがあれば初心者の私に教えてください。今年は地元にいる母とおばあちゃんと造幣局の桜を見に行くので、しっかり写真に収めたいと思っています。なるほど、初め何だったっけな。僕まあちゃんと自分のカメラを買ったのはフィルムカメラが初めてなんですけども、堀夏くんと一緒に買いに行ったんですよ、その時で。多分堀夏くんも撮ったのかな最初、多分それが始まりだったんですけども、もうね、楽しいですよね、その写真、あのカメラゲットした時のこう何でも撮りたい欲みたいなのがあるんですけど、意識していることはあの風景とかだったら結構画角とかね、いろんなこう教えてくれる YouTube もそうですしあるんですよ、 Twitter だったりとかも。それをねめちゃくちゃ勉強しましたね最初。こう3対7の確率とか、角はなんか割りとか、なんかいろんなところを太陽が当たる逆から向けるみたいなのもあるんですけど、それをね勉強したりとか。メンバー撮るときはねもうほんと愛が大事なんじゃないかなと思いますこれはねあのこれと言ってあれないんですけど、その人がいい表情出るっていうタイミングで撮ったりとか、こうこっちがね変なこう形をして体勢で撮ったりした時にみんなが笑ってくれた瞬間を撮ったりとか、なんかそのね持っていき方も大事なのかなと思いますので、まあ桜とかは細かくなんか太陽の光とかも気にしながら撮れたら綺麗なんじゃないかなと思います。愛さんぜひ頑張ってください。ラジオネームまいまいさん、そうたくんこんばんは。こんばんは、毎週ラジオを欠かさず聞かせていただいています、ありがとうございます。おとといの神戸公園行きました。前から3列目でそうたくんのブランケットのキャラクターをぬいぐるみに作って参戦させていただきました、ありがとうございます。もうほんまに最高に楽しすぎて今も余韻すごすぎて楽しいです。
もう楽しい、今も楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。本題に入ります。私は小学3年生の時に LDH のアーティストさんに出会い、それまで音楽に興味が1ミリもなかったのですが、今では皆さんのおかげで音楽が超がつくほど好きになりました。そんな今私は次高校3年生で、学校の授業内で進学のことを考えて紙に書く時期になってきました。なるほど。中学3年生の時からずっと将来のことで悩んでいたのですが、今では音楽関係の仕事に就きたいなと思っています。時間があるときはアプリで作曲が上手くなるように練習したり、ギターを弾けるように YouTube で動画を見たりしています。大学では英語と韓国語を主に勉強する学科に進み、同時に音楽の勉強も頑張ります。私はいつか少しでもアーティストの皆さんの役に立てるような人、一人でも多くの方に笑顔を届けられるような人になりたいと思っています。いつもたくさんの愛、夢、幸せをありがとうございます。これからもずっと応援しています。そして今日ソタボン届きました。めちゃめちゃ楽しみにしていたので嬉しかったし、式全部似合うソータくん最高です。うわーすごい、音楽の仕事いいですね。僕もねこれはめちゃめちゃ通ずることがありますし、このちょっとしたところで音楽のアプリでね作曲が上手くなるように練習したりとか、ギター弾けるようになったりとか、なんかその努力だったり、まあ努力というか好きなことをねやってるだけだと思うので、それは将来にめちゃめちゃ響くと思いますし、しかも大学では英語と韓国語を主に勉強するっていう、もう絶対強いじゃんっていう、もうその音楽でも日本語もそうなんですけど、英語の言い方も全然違うんですよ。リズムの取り方とか音楽で言っても全然違うの で韓国語の、ね、出し方も日本語の発音の仕方と韓国語の発音の仕方ってボーカリスト全然違うんですよ。なんかそこも勉強したらもっともっと深いところを勉強できるんじゃないかなと思うので、楽しみながらやってほしいなと思います。一緒に音楽旅行業界ね盛り上げていけたらなと思います。頑張ってください。はい、ということでめちゃくちゃありがたい、しかも嬉しいメッセージが届きましたね。まあ、これからも一緒にね応援しながら頑張っていきたいんですけども、このコーナーを締める一曲リクエストいただきまして、これすごい素敵だなと思ったので読ませていただきます。ラジオネーム音楽は心のバロメーターさん、こんばんは。こんばんは。初めてリクエストを送ります。ファンタスティックさんのストップフォーナッシングをリクエストします。おありがとうございます。これまでいろんなことを自分なりに満足するところまで挑戦してきましたが、つい先日どの挑戦においても、どの挑戦においても極めてなく、トップフォーナッシングな自分だなとへこんでいる時に、友達からこれ聞いてとおすすめされた曲がファンタスティックさんのストップフォーナッシングでした。自分の気持ちとたった一文字違いでこんなにも意味が変わるんだと思ったら、ほんの少しのことで自分を変えられるに違いない、へこんで立ち止まっててもいけないと感化され、そこからまた自分を取り戻すことができました。素敵ですね。その日から毎週楽しくラジオを、はい、視聴しています。私にこの曲を教えてくれた友達のエリコに感謝の気持ちを込めてリクエストしたいです。おお、この角度から知ってくださった方もいるんですね。いやーでも確かにこの自分を少しのことでも変えれるとか、へこんで立ち止まってたらいけないっていうこともそうですし、まあこのストップオーナッシングもね前向きで前進する曲ですし、めちゃめちゃいい曲なので、それではこのいただいたリクエストで皆さんにお聴きいただきたいなと思います。それでは聴いてください。ファンタスティックスでストップオーナッシング。メッセージたくさんありがとうございました。毎年 FM802 とゆかりのあるアーティストたちと共に春を彩るオリジナルキャンペーンソングを制作してオンエアしている FM802 春のキャンペーンアクセス、今週ですね FM802 の各番組では過去のキャンペーンソングをですねプレイバックオンエア中、ラジオから春のメロディーがたくさんなっております。過去15作品あるキャンペーンソングの中から、今日 DYFFDJ 中島颯太がセレクトしたのはですねこの曲なんですけども、川谷絵音さんの作詞作曲の楽曲で、もう本当にねもう15作品全部良かったんですけども、今日こう皆さんにお聴きいただこうかなと思うのはこの曲で、なんかトラックのおしゃれさとこうメロディーラインも大好きでしたし、こう皆さんの歌声もマッチしてて、この曲ねたくさん聴きたいなと思ったのでかけさせていただきます。それでは聴いてください。レディオブーツで春は溶けて。今年のアクセスキャンペーンでもキャンペーンソングをオンエアします。
あのまさに現在絶賛制作中らしくてめちゃくちゃ楽しみですね。まあ気になる作詞作曲アーティスト、そして参加シンガーの発表、オンエアのスタート日は決定次第 FM802 番組ホームページにてお知らせいたします。ということで一緒にね楽しみに待っていましょう。デザインユアファンタスティックフューチャーレッツジャンプアップサポーテッドバイモデルナジャパン、ファンタスティックスモデルナミーツミュージックのキャンペーン楽曲 Easy Come Easy Go を使っての TikTok 企画ハッシュタグ DYFF802 チャレンジ。今夜も僕がいいなと思った TikTok 動画を紹介します。毎週すごいんですよね、数がどんどん皆さんの投稿ありがたいんですけども、この TikTok 企画はあなたにとってのパワースポットで撮った Easy Come Easy Go の振り付け動画をハッシュタグファンタスティックス、ハッシュタグ DYFF802 チャレンジをつけて投稿していただければ、毎週ねこの金曜日僕がいいなと思った TikTok 動画を紹介しているんですけども、毎回悩んでおります。実は今日はですねこちらの方々を選びました。名前はあやアンダーバークーさんですね、あやクーさん。メッセージは私のパワースポットはファンタのみんなに会える場所です、アリーナライブ楽しみにしていますっていうね嬉しいコメントがあったんですけども、こちら選んだ理由はですね元気がすごいんですよ。もう見ただけでパワーもらえる、後ろの方のね激しすぎて、多分この TikTok このイージーカムイージーゴー史上一番激しいと思います。これメンバーよりも激しいです。実はなんかこのね実はねライブとかでもやってるんですけど、大輝くんもめちゃくちゃ激しくやってて、これを EXPG のキッズダンサーよりも元気にやってるんですけど、それぐらいのちょっとそれに値するぐらい元気なんじゃないかなと思うので、見たら元気になるっていう理由で今回はこのあやクーさんに選ばせていただきました。いや皆さんもねほんとたくさんのこう投稿嬉しくて見てるので、皆さんもぜひぜひあなたにとってのパワースポットで撮ったってこのパワースポットも書きながら投稿していただければなと思います。ハッシュタグは、ファンタスティックス、そしてもう一つハッシュタグ DYFF802 チャレンジです、お願いします。お送りしてるのはオリジナルラブで接吻です。いやいやいいですね、こうなんと長年こう愛される曲というか、こう誰も聴いてもテンションが上がりますし、気持ち良い楽曲ってすごいなと思いますし、こうボーカルとしてはめちゃくちゃリスペクトしてる楽曲だったので、ラストに皆さんにお送りしました。いやありがたいですね。そしてメッセージ届いております。ラジオネームエコさん、冒頭でもみじ天ぷらの話をされていましたが、そうたくんは何の天ぷらが一番好きですか？私は関西中心に店舗がある天ぷら屋さんで働いていて、あそうなんだ、天ぷらの中でも大葉の天ぷらが一番好きなのですが。なるほど、美味しいよね。それを言うと周りからは必ず、いや大葉は天ぷらなんか油の味やんと突っ込まれます。なので油の味って伝えてたのめちゃくちゃ分かりました。なるほどね。いやじゃあエコさん絶対もみじ天ぷら好きですよ。あの油の味とか素朴な味な感じ絶対好きなんで、ぜひ食べてみてください。天ぷらなんだろう、全部好きですね。ちょっとこの答えは良くないか。エビとかぼちゃも好きですね。かぼちゃも好きです。エビもやっぱメインどころ好き、全部好きなんで、まあもみじ天ぷらもね好きなので、よかったら食べてみてください。そしてもう一個やっちまったメールが来たんですよ。ラジオネームハニちゃんさんのかな。へこんじゃったこと、ソータくんの写真集ソタボンを宅配の方から今日も受け取れなかった、へこみます。なるほどね、不在だったのかな。でもこれは書店さん行けばすぐゲットできますよ。今だから2冊届くかもしれないですね、その場合。今日書店、実はね今日梅田の紀ノ国屋書店さんでも行ったんですよ。で見に行こうと思って探してて、自分のスタボンをね写真集探してて、で見つけたと思ったら本当にちょうど女性の方がその一冊持って行ってくれたんですよ。で僕の目の前でもううわーっと思って、でも話しかけるのは違うなと思って見てて嬉しいと思って、なんかまさにねその感じは味わえることができて、あれ高木さん買ってくださったんですか、嬉しい、ちょっと後でサイン書かせてください。もちろんです。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、高木さんが買ってくださってました。なので皆さんぜひソタボンゲットしてください。
ということで DYFF 中島颯太 FM802 から生放送でお送りしてきました。この後夜9時からは高木梨沙さんのロックキッズ82です。僕ファンタスティックス中島颯太とは来週金曜日また8時ここでお会いしましょう。そして明日明後日ソタボンのねイベントもありますし、皆さんたくさんの方に届いてほしいので、写真はもちろんなんですけども、自分のこうアーティストとしての思いだったりとか、小さい頃からの、親からのねコメントとかもあったりとか、結構僕はインタビューを見て泣いちゃったんですけども、スタッフさんも泣いたらしくて、それぐらいこう思いを込めて作った一冊なので、皆さんぜひゲットしてください。お願いします。それではまた来週、バイチャーバイチャー。